じゃあ今週も始まりましたザレスポンスポッドキャストナビゲーターの西野です。今日はコンサルタントの楠瀬健さんに、お越しいただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ先週もセミナーで一緒させていただきたい、うん、そうですね、一緒というか、まあ、していただいたんですけども、はいはい、まあ今すごいいろんな、まあ、店舗、うん、まあ、業種数え切れないから、そうですね、もう事業家として動いてるのでですよね、はい、まあ、それはもちろんアドバイスもあり、うん、まあ、アドバイスされてる業種もたくさんありで今セールスライターの方と、まあ、育てながらその人と一緒にプロジェクトも、まあ、はい、そうですね、プロジェクト回してる数は、まあ、おそらくもうね、数え切れないのでよくわかんないです。よくわからないですよねもうね、携わってる業種もだんだんよく分かんなくなってきました。そうですね、あ、ダイレクトレスポンスってこんな業種にも使えるんやって思いながらやってますでもそれはすごい、まあ、もう多分2014年ぐらいからこういう一緒させていただいたじゃないですか、うんうんうん、はい、そこから、まあ、多分2014年ぐらいであれば、うんうん、こうウェブでダイレクトレスポンスマーケティング、セールスライティング使うものっていう、そういうイメージだったじゃないですか、はいはいはい、でもそうじゃなくて、楠瀬さんが、まあ、グループコーチングとか、うんうん、していただいて、まあ、すごい分かりやすいですね、まあ、B2B とか、うんうん、あるいは、まあ、住宅 の、 その何ですか、ね、リフォームとか、うんうんうん、そういうところでも使えたし、うん、まあまあ、もちろん飲食も飲食でガンガン使ってますし、まあ、そういった意味で言うとこんな業種使えるんだみたいな感じですよね、うん、ありますね、いくらでもなんかあります、そういう これ使えたんやっていうのが一番驚いたなと。うん、そうですね、何かな、何やろな、いろいろあるけどな、一番何がいいかな、いろいろありすぎてちょっと思い浮かばない思い浮かばないっていうか、何やろな、まあでも、やっぱりなって思ったのが、はい、B2B ですね。あー、なるほどなるほど、うん、もう B2B 全般。うーん、それは何か、なるほど、実際に実践してみて。そうですね、B2B ってすごい範囲が広いじゃないですか。そうですね、破壊力が違うんですよね、 B2B だと。はあ、どういうこと、破壊力、ほぼ人海戦術でやってるんですよね、 B2B って。うーん、そうですね、こう、まあ、飛び込みも、飛び込みテレアポサイトルですけど、なんか全然 DM でできちゃうので、その印刷されたセールスマンなので、はい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 、全然簡単にいく感じですかね。なんかワックス DM 1枚で動き始めるみたいなレベルですね、 B2B だと。へえ、あ、もうそれでもう反応出始めるんですか、うん、超簡単にできちゃうじゃないですか、ワックス DM って A4 1枚作るだけなんで。そうですよね、それかな、 B2B が圧倒的やな。ちょっと B2B って言ったらね、なんかイメージできなくて広いかもしれないですけど、 B が、まあ、実はね、ダンが言ってるんですよね、伸びやすいビジネスの条件っていうのがあって、はいはい、一番大きなのは3つあるんだけど、その中で、まあ、全部関連してるんですけど、自分の提供する商品サービスでクライアントの売り上げ上がるもの、うーん、これが最高だって言ってるんですよ。はいはいはい。で、こっちがその提供してるものを取り上げる、言い方はわざと悪く言ってますよ、取り上げたら売り上げが下がってしまうもの、うんうん、っていうのが一番売り上げ上がるっていう、はいはいはい、それも継続とかも含まれるんですそうですね、まあ分かりやすいことで言ったらシステムですよね。ああ、なるほどなるほど。システム売ってる場合はシステム提供したらクライアント売り上げ上がるけど、システム外されたらクライアント売り上げ下がるというか、ビジネスが立ち行かなくなるじゃないですか。立ち行かなくなりますね結構それシステム入れたらそこをね、使うとか、うん、まあ、毎日何かしら使うっていうのが大事なんじゃないですかね、うん、それくれても多いですね。なんで、もうほぼほぼ B2B っていうモデルが、それが当てはまるんですよね。一回導入してしまったら、まあ、変えれないし、うん、っていう感じですかね。だから、フロントにめちゃくちゃ時間とお金をかけれるってことですね。はぁ、あ、そうだ、そうだ、うん、だから、パラダイム、マインドの変化を起こすと B2B すごい使いやすいです。はいはいはい。みんなこう、ダイレクトレスポンスすると、こういう、なんか、1000円使、まあ1万円使ったら1万円返ってくるみたいな。あるいは1万円使ったら2万円返ってくるみたいなイメージでやるから結構しんどいじゃないですか。けど、想像してほしいんですけど、後ろめっちゃ長いですよ、B2B って。決まってしまったら。はいはい。だから前でいくらでもお金使えるんで、とにかく B2B は使いやすいです。はぁ。
多分聞いてる人の真逆だと思うんですよね、うん、B2B には使えないんじゃないかっていうのってよく聞くので、うん、そうですね、そうですね、圧倒的にああやっぱりそうだよねっていう、まあ言ったらある意味、まあ、3年前まではある程度机上の空論というかね、うん、まだクライアントもそんなにいない状態で、うん、まあ、その大学出版と一緒にやっていろんな方とやらせてもらって、まあ、やっぱ B2B の方かなりたくさんの数やったら、うん、まあ、完全にハマったというか、うん、やっぱりあ言ってる通り、ダンの言ってる通りなんやと、 B2B はすごい簡単だよみたいなことを、まあ、いろんなところで言ってるんですけど、そこですかね、うん、まあ、でもファックスゲーム1枚でこうなんか動き始めると言ったら、まあ、うん、まあ、ラグって言っちゃあれですけど、その人海戦術ってやっぱりこうコストがすごいじゃないですか、うんうんうん、そうですね、そのコストをじゃあ他のとこに当てたら、うんうん、また違う結果で出るじゃないですか、うんうんうん、でもそれができるようになるんだったら、まあ、メリットは大きいですよね。めちゃくちゃ大きいし顧客サービスに持っていってますからね、そのお金を、うんうん、そうです、ね、なんでそれで成果出た方は奇跡や言ってましたけどね奇跡いや普通は2年かかってものになるかどうかも分からんけど2年かけて作るものをこう 2,3 ヶ月で作れたみたいな。ああ、はいはい、まあ奇跡ですね。奇跡ですね考えてみたら冷静に考えたら奇跡ですか、うん、あ、そうかそうか、まあ、でもいろんな業種にこう、うん、まあ、まあ、B2B、まあ、多分今のシステムの方だと思うんですけど、こう、まあ、店舗もあり、まあ、リアルビジネスもあり、うん、まあ、いわゆるそういうオフラインの、まあ、まあ、B2B もあり、こういろんな業種をこう見てきた中で、まあ、そのダンケリーとか、まあ、大体レスポンスマーケティングを、まあ、取り入れていって、うんうんうん、なんかそう全体的なその傾向というか、まあ、こういう、まあ、結局やってきたのはこういうなんかステップとかっていうのがあったりします。そうですね、もう結局やることって3つしかないんだなっていう3つしかないことが分かりました。あ、まあ、時系列かな、はいはい、クライアントと知り合って、まあ、だんはリードの価値の最大化っていう言い方をするんですけど、まあ、クライアントと知り合ってこう長いお付き合いになるまでの時系列があって、はいはい、やること3つしかないと、3つの局面しかないよっていうことが分かりましたね。あ、その3つというのは、まず、まあ、これがね、おそらくダイレクトレスポンスやりたいと思った人がもうほぼ全員がそう思ってると思うんですけど、新規集客のフェーズ、新規集客の局面がありますね。新規集客の顧客の、まあ、第一フェーズとして第一フェーズがそうですね、はい、で新規集客で反応ありました、来てくれました、じゃあそうしたらこう世間一般にはここからなんかいきなり仲良くなるみたいな、ファンになるみたいな、よくあるじゃないですか、ファン化しようみたいなのがあるんですけど、はいはいはい、これ実はファン化っていうのは最後のフェーズで、その真ん中にその短期間で信頼を獲得するっていう、はいはい、時間があるよねっていう、この3つですね。あ、まず、あ、集客する、新規集客で、信頼を獲得する、はい、短期間で信頼を、ここはポイントが短期間っていうのがポイントなんですね。短期間っていうのがポイントなんですね、短期間で信頼を獲得する。なるほど。で信頼を獲得したらファンになる。あ、なるほど。ファンの前にその信頼をまず獲得する、はい、大前提に獲得する。でもダンがね、よく恋愛に例えるんですね。前は、はいはいはい、ダイレクトレスポンスは恋愛と一緒だよみたいなこと言ってて、まあ、通常では新規集客してファンになるってどういう状態かっていうと、知り合う、好きになるみたいな話、一目惚れなんです。はい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 、はい、なるほど、なるほど。知り合う、好きになるなんですよね、まあまあ、めったにないことじゃないですか、はい、そうじゃなくて、なんていうのかな、知り合う、相手のことを知り、信頼する、そして好きになっていく、っていう3段階なんですよね、はい、うん、っていう感じですかね。まあ、もうこの3段階ですね、まあ、ちょっともう一回繰り返すと、新規集客をします。その新規集客した人に、まあ、自分を知ってもらって、店舗のことを知ってもらって、まあ、信頼してもらって、っていうのが第2フェーズであって、そして最後に信頼したから、その後は好きになっていく、っていう、この3段階に分かれるよっていう。その3段階を、まあ、基本的には、まあ、こう、はい、アドバイスしてくださいと、うんうん、来られた方にはそれをお伝えして、まあ、お伝えしても一緒にやっていくという感じなんですか。うんうんうん、そうですね。じゃあその、まあ、その新規集客、まあ、
新規集客のところで、まあまあ、それを最初にやる理由とか、まあ、具体的にこういうことやっていくよっていうのを教えていただきたいします。あ、新規集客ですか。そうですね、新規はね、実はみんな多分ね、みんなの思ってるのと全然違うことを言いますね。はい、おお、じゃあ、まあ、普段、まあ、普通一般的に言われることって例えば、新規って皆さん思ってるのは多分いればいるほどいいと思ってるんじゃないですかね。ああ、はいはいはい、たくさん、とにかくたくさん反応率を上げてみたいな感じかな。そうですね、新規集客もちろんいろんな価値観がありますよ、はいはい、上げてはいい場合もあるし、でもね、それこそダイレクト出版とかインフォビジネスだと増やしてもあんまり労力増えないじゃないですか。そうですね、こうね、別にリードの数、新規の流入の数が増えても結構ステップメールで自動で送れたりとかするじゃないですか。けどこれね、例えば建売り住宅売る場合、はい、まあ、営業さんが5人ぐらいの会社だったらもう50人来たら大変やと思うんですよ。そうですよねですよね。でもこれ100人に果たしてする必要があるのかっていう、それどころか100人にすると対応が荒くなるんじゃないのっていう、はい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 、思いませんか。そうですね。ですよね。なんで実は、まあ、ダウンは反応率上げるなみたいなことを言ってる一つの価値観として、イナフナンバーってね、十分な数っていうことをよく言ってるんですけど、だから結構新規集客で僕が教えてるのは、1ヶ月何人来たらいいんですかとか、はいはいはい、1年間で何人来たらいいんですか、今のキャパでこう1年間何人来たらいいんですかってまず決めましょうっていう感じですかね。なんかやみくもに集客しないといけないと思うから反応率の高いレターを書かないといけないとか思うんですけど、はいはいはい、もう全然そんな必要ほとんどなくて、新規集客って必要な数だけ集客できるんですよね。うーん、そうか、必要な数なんですね、本当は。なのでそこの新規集客のプロセスでいうと、一番最初に何人いるかのミーティングですね。何人いるか、ああ、逆新規が、ね、何人までさばけるか、キャパの問題から逆算していくというか、1ヶ月何人いたら回るんですかとか、結構ね、月次決算やってない会社もいっぱいありますし、はいはい、損益分岐点を把握してない会社さんもいっぱいあって、なので結構新規集客の数ってそんなにたくさんいらないってよくあるんですよ。まあ、僕なんか美容室の集客なんか代行してた時はなんか、まあ、平気で30人から50人集客するので1ヶ月で、そうするともういらないって言われるんですよね。あー、そうかそうかそうか、もう、回しきれないし、そう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 、だから新規集客って結構皆さんの想像してるより少ない数でいいと思いますね。ああ、っていうそこかな。新規集客に関してはまず何人いるかの洗い出しっていうのをしますね。そうかそうかそうか、でも、まあ、例えばなんですけど、まあ、売上に、まあ、まあ困ってる状況だと、とにかくお客さん欲しいみたいな、とにかくお客さんだと、だからその必要な数を全然認識でとにかく来てくれみたいな、そういう状況ですよね。そうですね。で、実は売上に困ってる時は新規じゃなくて、まあ、どっちかというと既存にアプローチしないといけないので、まあ、実際ちょっと順番が違うかなっていうのと、で、まあ、ちょっと新規集客はね、大して言うことないんですよ。みんな新規が醍醐味っていう、まあ、もちろんそのなんていうのかな、ダイレクトレスポンスを学びたての時は新規集客はそこそこにできればいい。で、散々ビジネスを拡大しようと思った時にもう一個上の新規集客の世界があるじゃないですか。よく小川さんのような反応率が 0.5% 変わるとビジネスが変わるよとかって言ってるけど、それってね、ビジネスを拡大する時の話なんですね。そういうレベルのコピーがいるので、はいはい、ね、1% を 1.5% に上げるスキルっていうのがいるのは結構ビジネスが向上してからの話、はいはいはい、ですよね。新しい市場を開いていくとかっていうような時の話で、通常やっぱ僕らもやらしても、やっぱりマーケティング学ぼうと思ったので大体がちょっと困ってるから、集客に困ってるからとかじゃないですか。っていう時にやるのは、まず必要なお客さんを必要なだけ集めるっていうことがやるのがすごく重要。必要なお客さんをちゃんと集めると、はい、でダンがよく言ってるのが、そのなんで反応率上げるなっていうかっていうと、反応率が上がると関係ない客も増えるよねっていうことで、大事なのってフロントエンドはどうせ利益出ない、まあ、勉強されてるんでフロントエンドは利益出ないよねって話はもう言うまでもないと思うんですけど、フロントエンド利益出ないんだけど、バックエンドに行く人の数が少ないフロントエンドってことは労力しか出ないってことなんですよ。はいまあ僕らがそのインターネット使ってる方だったら、まあ
その労力はあんま増えないけれども、仮にこれが店舗とか、まあ、特にまあ労働集約型の、まあ、コンサルタントの方とかだと、手間が増えてしまうってことですね。そうですね、最高に最高に、まあ、結構インフォってやっぱり全国でそんなに数ないじゃないですか。ないです、ね、多分これ聞いてくれてる方ってどっちかというとそういう労働集約型のビジネスモデルという感じでやってると思うんですよ。やっぱりある程度サービスが何かに介在したりとかすると思うので、そうすると非常にネガティブな結果が起こりますね。そうですよね、そうですよね、うん、なんで、だからまあ、付き合いたいお客さんだけ集客する手段だよって言ってます。ダイレクトレスポンスマーケット、ダイレクトレスポンスは要は恋愛広告ってよく言う、ので、私の条件はこういう条件ですと、はいはい、そして私の欲しい条件はこの条件ですと、これに余ってる人だけ来てくださいっていうことをしてるんですよね。はいはいはい、じゃないと付き合えないから、どうせそうじゃないですか。例えば、まあ、よくあるのは、まあ、体型、はい、まあ、ルックス、まあ、ルックス、収入、趣味、はい、この3つを言うと、うん、で私は女性にはこういうこと、まあ、一応僕は男性で女性にはこういうことを持ってますね。私はこういう男です、はい、こういう男でもよかったら来てください、はい、これだと付き合う確率って上がるし、はいはい、じゃないですか、うん、でもっと言うと関係ないこう大きく自分を言ってしまって、で自分も相手をこう広げてしまう、はい、で好きじゃないけど、まあ、ちょっとこんなんやしてて広げてしまう、自分も大風呂敷広げる、うん、そうすると何が起こるかっていうと、まあ、結婚っていうのが目的だと、結婚までのサポートがね、時間、まあ、やっぱりお金もかかるわけですよ。お金も時間もかかる。例えば3年かかってやっぱちゃうわってなった時のコストってどうすんのね3年でかいです大変じゃないですか。結構結婚相談所に行くってことは結構30代後半から行くと思うので、はい、そこからの3年でかいんですよ。はいはいはい、はい、ですよね。であればバックエンドつながりやすい、要は正直に自分を正直に見せて、うん、そして相手に欲しい条件も伝える、これがコピーなんですよ。そうですね、これしないとダメ。でも反応率を上げてしまう、まあ、いわゆるそのビジネスのものですと大きく見せてしまうと、それで反応率を上げて、そう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 、関係ないお客さんを集めてしまっている状況、はい、自分を嘘ついて大きく見せてしまうのが一つと、もう一つはオファーを強くしてしまう、これが相手に関係ない人を呼び寄せる方です。要は自分を大きく見せるのが嘘をつくっていうその方、要はビジネスでちょっと誇大広告してしまうから、なんだやっぱちゃうやんって言ってやっぱりリピートしないっていうものがあって、で、オファーが強いっていうのはその何でもいいですよっていう、はいはいはい、どんな女性でも僕大丈夫なんでみたいなことを言うっていう感じですね。で実際これはね、僕もいっぱい失敗してきて本当にクライアントさんに申し訳ないなと思ったことがいっぱいありますね。なんでこれケネディが反応率上げるなっていう理由で、オファー強くしたら反応率なんてなんぼでも上がるんですよ。ああそうですね、なんぼでも量がたくさんあったらね、なんぼでも上がりますね。そうかそうか、はい、じゃあちゃんとその自分に必要な人を集めるコピーとかを、はい、まあ、やっていくっていう、まあ、作って出していくっていう方が、まあ、新規の集客ではポイントになるっていうことですね。そうですね、なんで新規のコピーなんていうのは、まあ、一つはテンプレ使えば OK、 でもテンプレ使えなくても、現実的なオファ ケチケチしちゃダメです。ケチケチしちゃダメなんだけど、このオファーに反応してくれた人はバックエンド買いそうだなっていう現実的なオファーの線、ベストオファーっていうのを決めてしまって、ほんで、自分のことを正直に伝えた上でこんな人が欲しいですっていうだけ。なんで、まあ、全然大したコピーじゃないですよね。そうですね、そうですねその大層なものではないですね、っていうのができればいいですよっていう感じですかね。ありがとうございます。